ヨゼフ・チャペックは、チェコの画家、著作家、演芸家、オーストリア・ハンガリー帝国のボヘミア地方、フロノフに生まれる。チェコの国民的作家であるカレル・チャペックの実景として知られるが、13歳で学業のため家族と離れ、20歳でカレルと再会して、以降は画家としての活動にとどまらず、カレルとの共著で多くの舞台劇や短編の物語、 批評文を執筆したり、また、彼ルの著作を含めた多くの書籍の想定や挿絵を手掛けた。1929年に、弟カレルが出版した演芸家12ヶ月に挿絵を描き、兄弟は演芸家としても知られている。プラハにある、ジャペック兄弟の石踏み1916年、ジャペック兄弟として正式にデビュー。1921年、カレルと共に、 プラハのリドベイノービニー氏に入社して、紙面の風刺漫画を担当したが、ナチズムとアドルフ・ヒトラーに対する、際どい批判により、ドイツがチェコスロバキアに侵攻した1939年に、逮捕、収監され、1945年4月、ベルゲンベルゼン強制収容所で亡くなった。彼の代表作でもある儀曲、RUR における、ロボットという用語を考案したという話でも、 知られている。また、自身が、イラストも担当した、子犬と子猫は、愉快な仲間は、チェコの児童文学における古典として知られる。ありがとうございます。